選手のプロフィールここでご紹介しましょう。まずは歴戦のファイターヨリボーイカンパスです。ホームタウンはメキシコナボホア、年齢は27歳です。87年に1ラウンド KO でプロデビュー、その後13連続 KO で一躍注目を集め、91年メキシコタイトルを獲得、92年には北米タイトルを獲得しています。派手な倒しっぷりとアグレッシブなスタイルからチャビス2世としてその名を轟かせ、94年には56戦全勝の戦績であのフェリックス・トリニダードの持つ IBF 世界ウェルター級タイトルに挑戦し、倒し倒されの接戦の結果、惜しくもタイトル獲得にはなりませんでした。その2年後、ホセ・ルイス・ロペスの持つ WBO 世界ウェルター級タイトルに挑戦しますが失敗。その後1つ階級を上げましてスーパーウェルター級で戦います。そして3度目の世界挑戦を昨年12月に行い、 IBF 世界スーパーウェルター級チャンピオンのラウル・マルケスを8回 TKO で下し、念願の世界タイトルを奪取します。その後2度の防衛に成功し、今回が3度目の防衛戦です。戦績は73戦71勝2敗、71勝のうち61の KO 勝ちがあります。そして挑戦者です。叩き上げのファイターラリー・バーンズです。ホームタウンはアメリカニューヨーク州マウントバーノン、年齢は32歳です。88年にマイク・ブラウンを下しプロデビュー、92年にニューヨーク州タイトルを取り、翌93年にはハロルド・ブレイジャーを下しまして北米ウェルター級タイトルを獲得。165センチという小柄な体型ながら着実に連勝記録を伸ばし、95年にはフェリックス・トリニダードの持つ IBF 世界ウェルター級タイトルに挑戦しますが、4回 TKO で涙を飲んでいます。しかしその後 WBO インターコンチネンタルタイトルを獲得し、世界タイトル戦線に生き残ります。今日は半年ぶりの試合で2度目の世界戦です。戦績は47戦44勝2敗1無効試合、44勝のうち17の KO 勝ちがあります。はい、デラホーヤ戦実現に向けまして負けられないカンパスの防衛戦です。はい、ということですが、挑戦者がラリー・バーンズ、身長がですね13センチほど、まあ、12.7 センチなんですが低いということなんですけれども、カンパスにとってちょっとやりにくいかもしれませんね。逆にね、こう、はい、どういう戦いになりますか。浜田さん、はい、この倒し屋ヨリボーイカンパス、どの辺どういった展開を予想しますか、この試合。どっちかというとじわりじわり後半どんどん強くなるタイプですからね、はいはい、そこを前半調子がまだ出ないときにバーンズの方が攻め込むと面白いんですけどね。ただやっぱりデラホヤと俺も忘れるなというふうに思ってるんだったら問題なく勝たんといかんでしょうね。なるほど。さあ、どういう戦いっぷりを見せてくれますか。はい、早速ご覧いただきましょう。 IBF 世界スーパーウェルター級タイトルマッチ、ヨリボーイカンパス対ラリー・バーンズの一戦です。どうぞ。Palace here in Las Vegas, Nevada. Once again, Top Rank Incorporated, along with your undisputed, undefeated King of Beers, Budweiser, present World Championship Boxing, sanctioned by the Nevada State Athletic Commission, and this time also by the International Boxing Federation. IBF President Robert W. Lee Sr., Supervisor at ringside for the IBF, Dan Jones. The three judges scoring this contest on a 10-point must system will be William Huff, Joseph Pasquale, and Jerry Roth. And when the bell rings, your man in charge of the action, referee Mitch Halpern. And now, ladies and gentlemen, 12 rounds of boxing for the IBF Junior Middleweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner. He's wearing light blue with white trim and weighs in at 153.5 pounds. His professional record, 44 victories, 17 by knockout, with only 2 losses in his career. Ladies and gentlemen, here is the challenger, the pride and joy of Mount Vernon, New York, Larry Nofi Barnes. Larry Barnes. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing red, trimmed with black,
and weighing in at 153 pounds. His professional record, 71 victories, 61 knockouts. Also with only 2 defeats in his career, he comes to us from Navojoa, Mexico. Damas y caballeros, here is the IBF Junior Middleweight Champion of the World, Diori Boy Campas. Champion, Diori Boy Campas. This is the 3rd defense round.IBF 世界スーパーウェルター級のタイトルマッチ12回戦、レフェリーはミッチ・ハルパーンです。さあ浜さん、はい、このヨリボーイカンパス、どういった防衛戦を行いますか、どの辺に注目されますか。カンパスはここ最近調子乗ってますけどね。そうですね、どっちかというとスロースターター気味でじわじわペース上げてくる選手なんですね、はい、ただこの挑戦者のバーンズ前半が早いですから、この前半最初に攻め込まれるとわからないと思いますよ。さあ白のトランクスが挑戦者のラリー・バーンズです。第1ラウンドスタートしました。 IBF 世界スーパーウェルター級のタイトルマッチ、赤のトランクスがチャンピオン、ヨリボーイ・カンパス。身長はデータによりますと5フィート10インチ、5フィート10インチですから170およそ8センチ。一方挑戦者のバーンズは165センチであります。身長差は随分あります。ナルマナルマミナッパー、ミナッパー打ち上げていきます。ブロックしています。浜さん、身長差がありますからバーンズは潜り込んでしまうという、まあ、そんな感じになりますね。そうですね、まあ、実際そういったタイプですからね、非常に荒々しいファイターと聞きます。ラリー・バーンズまた入っていきます。伸び上がるようにフックを放っていきます。ラリー・バーンズ、まあ、カンパスとすると5というのは回らん方がいいですね。下から押し込んでくるようなそんな感じのラリー・バーンズになります。一方キャリアはかなりのキャリア、70これが4戦目になります。ヨリボーイカンパス、遅咲きのチャンピオン、プロのキャリア71戦目にしてチャンピオンになりましたヨリボーイカンパスであります。3度目の世界挑戦にしてこのタイトルを手に入れたヨリボーイカンパス。一方のラリー・バーンズは過去一度世界タイトル挑戦していますが、その時はフェリックス・トリニダードに敗れております。IBF のタイトル、ウェルター級のタイトルだったんですが、4ラウンド TKO 負けを喫しました。おっと左ボディブロー、メキシカン特有の左ボディブローが出ました。ヨリボーイカンパス踏みついていきます。ただトリニダードに敗れたんですけど、バーンズはですね4人試合しましたね、体忙しくリズミカルに振りながらですね、インサイド入ってですねよく手出してましたね。左トリプル、さあ入れ替わりました。入れ替わり押し込んでいきます。体全体を使うというような感じのラリー・バーンズ、トリニダード戦でも前線をしたというこのラリー・バーンズでありますが、このカンパス相手にこのタイトルマッチどういう試合か、伸び上がるようなクロス、腕を抱え込みます。またボディブローを打ちます。あれがカンパスの得意のパンチですね、ちょっと効きましたよね、はい、動いて止まりましたか、ちょっと交代しましたよね、はい、またコーナーに入りました。チャンピオンが入っていますが入れ替わっています。左フック伸び上がります。背中を見せているラリー・バーンズ、身長は165センチでリーチは170センチあります。ラリー・バーンズ、ロープに詰まりました。チャンピオン右打ち下ろします。今いいアッパーだったでしたよ、はい、おっとまたアッパーを打ちます。一回体を入れ替えます。ラリー・バーンズよく状態が動きます。今日のカンパスは落ち着いてますよ、はい、よく相手見てます ねコテゴングです。第1ラウンド終了しました。 IBF 世界スーパーウェルター級のタイトルマッチ、第1ラウンドご覧いただいて、小泉さんどうでしょうか。まあ、このラウンドはカンパスですね、はい、まあ、有効なクリニットカンパスの方が多かったと思います。そうですか、はい、浜田さんはどういう、私もカンパスのラウンドです。両者とも二方ともチャンピオンカンパスに入れました。 IBF 世界スーパーウェルター級のタイトルマッチ、アメリカネバダ州ラスベガス、トーマス&マックセンターで行われています。カンパスは97年12月にラウル・マルケスに8ラウンド TKO 勝ちでこのタイトル IBF のタイトルを手に入れました。そして初防衛戦が今年の3月23日アンソニー・スティーブンズ相手に3ラウンド TKO 勝ち、2度目の防衛戦は6月6日ペドロ・オルテガ相手に11ラウンド TKO 勝ちを収めました。
以来3ヶ月半空いています、チャンピオンのヨリボーイカンパス。一方こちらラリーバーンズは前回の試合が1月28日まで遡ります。判定勝ちを収めましたがおよそ7ヶ月半インターバル空いています。第2ラウンドです。 IBF 世界スーパーウェルター級のタイトルマッチ、挑戦者バーンズは2度目の世界挑戦です。チャンピオンは3度目の防衛戦、非常に落ち着いた立ち上がりを見せています。今日のチャンピオンのヨリボーイカンパス27歳、この選手は15歳でプロデビューしていますので、もうプロのキャリアは74戦目なんですが、まだ27歳と決して、年を取っているとは言えないような年齢であります。しかしボクシングのキャリアにおいてはベテランであります。全体的にメキシカンは早いんですね、はい、そうですね、はい、そして試合をどんどんこなしますからね。1ヶ月に2回も大井選手で3回やる選手もいるんですからね、このカンパスのキャリアレコードブックを見ましても、試合数が1年のうちに7試合も8試合もやっている年がかなりあります。まあ、15歳でデビューしたのは別に驚きませんけどね、はい、それまでに46勝1敗のアマチュアレコード持ってるっていうのがですね、すごいですね。おっと、動きが止まりました。右打ち下ろして、その後左をフォローしていきました。チャンピオンヨリボーイカンパス、ラリーバーンズどうでしょうか。この辺は当たっていません。チャンピオン一気にはいきません。落ち着いています。右打ち下ろし、またクロス打ち下ろしました。効きましたね。ちょっと動き止まってますね。右をフォローします。動きが止まりました。挑戦者ラリーバーンズ、第2ラウンド挑戦者の動きが止まっています。さあカンパスはこれからどういう動きを見せますか。カンパスはですね、はい、挑戦者バーンズのパンチ、今日のパンチは怖くないと思ってるんでしょう、ボディはガチリとブロックしています。ガードしています。カンパス落ち着いています。カンパス身長差はおよそ13センチあります。この両者頭を下げながら、ラスリー、ラスリー、ラスッパー、頭あーボディ効いたですね。ワンツー、ワンツー、チャンピオン残り50秒あります。身を打ち返してきました、バーンズ。このフェリックス・トリンダードと戦った時も左アッパーのボディ一発で、それまで前線してたんですけど、ノックアウトされましたからね。そうなんですか。フルカウントのノックアウトだったんですね。右振ってきた、ミチャルパン、チャンピオンが注意を受けています。イルスルート体全体を利用しまして突っ込んできます。ラリー・バーンズ左クー、ダブル左打ってきます。もう一回左から右、左パン。結局第2ラウンド倒れるシーンは見られませんでした。 IBF 世界スーパーウェルター級のタイトルマッチです。このラウンド、しかし第2ラウンドはバーンズが動きが一瞬止まるシーンが見られましたが、さて小泉さんどう見ました。私はですね、本当は絶対 8.5 というポイントがあったらですね 8.5 をつけたいんですけどね、まあ、10対9よりも上、10対8つけるのはちょっとはばかれるっていうところでですね、ただダウンに近い状態作りましたが、私は10対8つけますね。あ、そうですか。浜さんどうですか。私は10対9でカンパスですね、はい。まあ、いずれにしましても間違いなくチャンピオンのラウンドでありました。第2ラウンドを終了しています。ヨリボーイカンパス対ラリーバーンズの試合、ヨリボーイカンパスはこのプロのキャリアで2敗だけしていますが、いずれもそれは世界戦、これがプロのキャリアとして大きな、まあ、ハンデ、重みとなったわけでありますが、それを見事覆しまして3度目の世界挑戦でこのタイトルを手に入れています。以来防衛を重ねてこれが3度目の防衛戦、第3ラウンドに入りました。 IBF の世界スーパーウェルター級のタイトルマッチです。レフリーのミッチ・ハルパン、今画面映ってますけどね、はい、まあ、9月5日の畠山チェヨンス戦ですね、来日しましたね。あれからまあ2週間で、まあ、ラスベガスの地元のリング上がってるわけですね、はい、左を出します。ボディブロー、このボディブロー非常にいいパンチを出していきます。ヨリボーイカンパス、カンパスの特徴でもあります、メキシカンの特徴でもあります。左の顔打ちます。うんと、I want to pay. I want to punch up.
ちょっと角度的に画面から見えなかったですね、ちょっとまた注意を受けました。ギラッパ、あとボディブロー、今度はバーンズのボディブローです。頭をつけています。頭は相手の顎のところしっかりつけましてボディを打ってきます。浜さん、これを相手にするのはちょっと いやらしい当てですね。まあだからそこのところはやっぱり相手の頭をぶつけられないようにせんという感じですね、これもやっぱり一つの手ですからね、右、またボディブローです。エリック・トリダードはボディブローでこのバーンズを倒してきます。果たしてヨリボイ・カンパス同じようにボディで倒すんでしょうか、あるいは顔面のパンチか、あるいはバーンズがパンチをカンパスに浴びせるんでしょうか。右打ち下ろします。左ダブルダブルボディに行きました。よくボディが決まります。細かいパンチ、カンパス、カンパスのノックアウトパーセンテージのは 84% を数えます。これは浜田さん、すごいパーセンテージですよね。84です。71勝のうち61の KO 勝ちがあります。ヨリボーイ、カンパス、一発屋じゃないんですよね、しつこく相手が諦めるまで倒れるまで打ちっぱなしというところよくありますね。やっぱりそれだけタフ、打ち続けるパワーを持っているということなんでしょうね。そういったボクシングを身につけているということですね。左右この辺の連打を攻撃していきます。一発で倒そうとか一発狙おうという感じはあんまり しないですね、この選手は、迫力あるボディ攻撃を中心にこういったパンチを繰り出していきます。ヨリボーイ・カンパスです。ラリー・バーンズ立ち上がりから苦戦を強いられています。まあ、カンパスの得意なパンチっていうのはですね、ジャブ放ってからそのボディへ返してくる左アッパーですね、それから左フックですね、コンパクトな左フック、フェリックス・トリナードダウンさせた左フックもありますね、で右のクロス気味の打ち下ろしのパンチですね。今日の相手はそれが全部当たる相手ですよ、だから的中率がいいですね、第3ラウンド終了です。このラウンドも有効なクリーンヒットはカンパスの方が多かったですね。浜さん、私もチャンピオンカンパスです。こちら挑戦者ですが、Jab your win, make sure you're in position, the right elbow is there for you, you okay baby, this is the storm, he's all bust up baby, okay, you're okay here, 荒れてますねやっぱり。 Okay, but jab your win, don't stay there and wait for him. ドクターのホマンスキーが乗り込んでいます。まあ、立ち止まらずにですね、ストップですか、使え手振りましたね、レフリーが。ストップですか。セコンドには納得してないですね。ドクターがストップを、ストップですね、でしょうか。ストップですね。試合終了です。ヨリボーイ・カンパス3度目の防衛に成功です。これで止めるんですね。ラリー・バーンズを覗き込んでいましたドクターフィリップ・ホマンスキーさんがですね、これ結局試合はレフリーしか止めることができませんので、レフリーに勧告、試合をストップを促したということになるんでしょうね。試合はストップしています。いや、ラスベガスはですね、ドクターにも試合ストップの権限与えてるんですよ。あ、そうなんですか。なかなか進歩的なんですけどね。ドクターもまたそのボクシングよく知ってますよね。特にフィリップ・ホルマンスキー、今のドクターなんかですね、3度目の世界挑戦でこのタイトルを手に入れました。ヨリボーイ・カンパス初防衛戦がアンソニー・スティーブンス、これ相手がですね、左肩脱臼という事態になりまして勝利しています。そして2度目の防衛戦、ペドロ・オルテガ戦はですね、これも相手がオルテガが途中右肩を痛めたというようなして、これはカンパスが右肩を痛めまして試合が長引いて11ラウンド TKO 勝ちという結果でした。チーフリングサイドフィジシャンドクター・フリップ・ホマンスキー examined challenger Larry Barnes and advised the referee Mitch Halpern to call a halt to the bout.The official time comes at the end of round three. The winner by TKO victory and still IBF Junior Middleweight Champion of the World, in Navajo, Mexico, Yoriboy
カンパ。ただ今のアナウンスはですね、そのドクターがレフリーのミッチハルパーンにそのストップを勧告してそれで止めたっていうふうに言ってますね。はい、よりボーイカンパスが3度目の防衛に成功です。という試合ご覧いただきました。お断りがあります。試合の直前にですね、ラリー・バーンズ、アメリカ国籍なんですけれども、文字スーパーでメキシコと書いてしまいました。どうも失礼いたしました。ということなんですが、ちょっとこうすっきりしない終わり方になってしまいました ね、 はい、浜さんはどう思いました今の。まあ、健康管理今厳しくなってますから、まあ、力に差があると思ってでストップを早めたんじゃないかなと思いますけど ね、 これはね最近そうですがしょうがないですよ ね、まあ、やっぱりね、そういうふうに早め早めということになってますから、はい、もう少しやってたら勝ってたのにという気持ちもあるでしょうけどね、はい、それはもう少しやってたじゃなくてもうさせないというふうに、だんだん早くなってますからそれはしょうがないと思いますね、はい。まあ、内容的にはやっぱり、カンパス勢いづいてるなという感じします。はい、小泉さんはどういう印象でしょう。そうですね、ストップに関してなんですけどね、はい、私ちょっとまあ解説ミステイクありましたね。まあ、この試合はオンリーレフリーキャンスタップザファイトですね。まあ、レフリーだけがストップできる、はい。まあ、ラスベガスはいずれですね、ドクターその特にフリップホマンスキーとかああいう経験のあるドクターにもストップの権限、勧告の権限ですね、はい。でだからドクターがもうダメって言ったらもうそこでもう、はい、例えばドクターが試合見ててですね、これはもう片方のダメージがひどいと、はい、これはダメだって言ってたらもうそこで止められるように将来的にはなるらしいんですが、この試合に関してはやはりレフリーが権限を持ってたらしいですね。はい、まあ、そうですか。さて小泉さんはどういう印象だったんでしょうか。うん、まあ、ヨーリーボーイカンパス今日はパンチ切れてましたよね、はい。だから、まあ、パンチが切れるっていうのはですね、結局パンチのスピードがあってこう伸びてですね、そしてフォロースルーが効いているんですけど、今日はパンチ受けるとですね、さすがのラリーバーンズタフな選手ですけれどかなりダメージ受けてましたね。そのようですね。だからまあそこで、まあ、まあ3ラウンドもう1ラウンドぐらいできるかなと思ったんですけど、あそこでまあストップかけられてしまったんだよね。はい、分かりました。はい、はい、ということで以上 IBF 世界スーパーウェルター級タイトルマッチご覧いただきました。はい。